最後にですね、プロクラスで使っているタイヤがどれぐらいこう違うものなのかと、これ佐々木選手がプロクラスで走っている車で、プロクラスポールポジションを撮った映像ですね。これ自分の車だもんね。はい、自分の車です。本番シフトすごい速くないですかこれ。はい、自分の車借りって言わないよねシフトアップの時。これね本当にねクラッチがいいのよ。クラッチとミッションオイルっていうのを本当にこう僕は気にしてます。でちなみにこの時のプロクラスのタイムなんですけど、2分5秒3かな、1000分の何秒コースレコードに届かないんですけれども、この週がアタックの週で、第7000かな、7000の、富士で僕が優勝した時の、予選のアタックですね。これはプロクラスのタイヤは何ですかっていう質問が、これは RE05D という。よくできました、はい、さっきちょっと間違ってたので。いやいや間違ってないですプロクラスの専用タイヤで、これが今ブリヂストンの一番、最高のパフォーマンスになる、はい、レーシングタイヤで、一般コードでは使えるタイヤですね、はい、あとはやっぱり機械式 LSD が入ってるんで、ものすごくこう立ち上がり方向の、ね、動きがいいですよね。アクセルの瞬間のテッテルポーズも何か意味があるんですか。これね左側でフラフラしてるこれ気になる、非常に気になる。これ僕雨が嫌いになってしまったんですよこの86レースから雨が嫌いになってしまって チームがこれを用意してくれて。なるほど、はい、これ G センサーとして G センサーみたいな感じでこれ気になりますね本当に。でもねこれ本当は車検で引っかかるはずよ、こんなとこにつけてたら本当に言われないよ本当でここにスポンサーあそこに AIM ブリヂストンのマークついてるところに AIM がついてるんですけど、リアルタイムにタイムが分かるのと、あとセクターで大体今頑張ればマイナス表示してくれたりプラス表示してくれたりっていうのがすごいメリットですね。これはいろいろロマンあると思うんですよ。リアルタイムにタイム見れるっていうのはこれしかないんじゃないか。そうマイナス表示が出てるとやる気になるしね、はいはい、本当ここつけるのいいね、はい、ということで本当にいいポールポジションでしたね、はい。で実際の本戦では優勝、はい、これ優勝できました。はい、完璧なレースだよねポールポジションから。いやいやこれ見てたでしょこのレースね、1回はね、はい、一時4位まで落ちてしまって結構こう大変なレースだったんですけれども、スタートしてすぐちょっとタイヤというかその他のメーカーといいところと悪いところがあって、僕らの履いてるタイヤが少しこうウォームアップが苦手で走り出しやっぱりグッドイヤーとか横浜タイヤの方がウォームアップが良くて、そこでちょっと少し負けるんですよ。その代わり僕らのその、ブリヂストンのタイヤは、ロングライフ要するに、タレがすごい少なくて何回でもその同じような予選ようなタイムが出てしまうので、そのメリットを生かして最初に負けてても絶対最後に抜いてやろうっていう、はい、なるほど。みんな他のメーカーはタイヤが垂れてしまってるんですけど、僕だけタイヤがこう残ってると。でその時点それをすごくコントロールして最後のファイナルラップで、ファイナルラップだっけ、はい、かっこよすぎですね1コーナーではい抜くことができて、おかげさまで勝つことができました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、あとコメントで音はいいやってあるんですけど、音、はい、これマフラー変えてるんでしたっけ。これマフラーノーマルです。ノーマルですよね、はい、やっぱ86の音がそのまま今取れてる感じですよね、映像に映ってるのは完全に。何これノーマルの音で、ね、ノーマルでしか、はい、音ですね、ですよね、多分マイクの性能が良かったとかそういうことだと思いますけどそういうところどれも変わらなくて、はい、外で見てる方としては
本当に静かなもんですよ。静かなレースなんでしょ、うん、子供でも安心、うん、なんかのフェイスブックで子供のなんとかがみたいな、そうですね、難聴をね皆さん心配してくださって、うん、でも86レースはノーマルマフラーなんで大丈夫ですっていうふうに、タイヤの音の方がよく聞こえるかもしれないですね、はいはい、コーナーだと分かりました。じゃあちょっとここから